もっと顎上げて。さあ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 、うわあ、すごい。ゆっくり。バイバーイ。さあ今日はレオの最初のサーモンを釣る日、人生で彼の人生で初めてのサーモンです。今日ねもう川にはねこんなにいっぱいサーモンいるからね、綺麗なの釣ろうか。今日はスコーミッシュに来てます。何水の中にいるさ、あ、そしたらねさバイトするとき、お、来た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 、よし来た。あ、さあ来たね来たね。さあさあ後ろに下がって。そう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 。おいいねいいね、いいサーモンだ。強い。後ろに下がるんだ。足も使って。そうそうそう、ゆっくりゆっくり、一歩ずつゆっくりゆっくり。さあレオがかけたサーモン、ここにいたいたいた。さあカラフトマスピンクサーモン、よいしょ、はいゲットです。これはオスのカラフトマスだね。うん、顎の下持ってごらん、顎の下、顎の下、ここ、こう顎の下支えるぐらい、もっともっと顎上げて。さあ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 、うわあすごい、いいよ、ろしいよ、でリリースしていいよ、はい、顎の下支えてあげて、ゆっくり、バイバーイ、バイバーイ。レオイエイ、やったね、順調にレオは釣ってます。コージーもね今日フライフィッシングでサーモン釣り初めてやってるんだけど、まあ意外に釣れるし楽しいね。じゃあこのカナダのちょっと釣り事情なんですけど、意外にあのマナーが悪いというか、ゴミをね結構みんな捨ててくんですよね。で毎回そうなんだけど、いつもゴミ拾いをしてます。来ちゃって、あ、逃げちゃったって。で、まあ、特にこのサーモン釣りの季節になるとすごいんだよねゴミが。じゃあ今1分だけちょっとゴミ拾いしてみて、まあ、こんな場所だね、こんな場所をちょっとしたビーチ、川沿いのビーチをちょっとだけゴミ拾いした結果がこちら、ドン、じゃじゃん、はい、こんな感じ、こんな感じですね。どうですこの釣り糸とかこのタバコの吸い殻、ストローだね、こんなのがもう当たり前のように転がってるね。これから秋に広報サーモンとか釣ってるんだけど、その時とかもいつも気になってた、もうフライフィッシングのラインがぐるぐるっと捨ててあったりとか、尋常じゃないんだよね。だからね、釣り人の皆さん、自分のゴミは持って帰ってください。じゃ今ね、イクラをね川に産卵してる、じゃあ卵をもう川に産みつけてるやつ、イクラがもう川にあったよ。あ、ほらほらほら、ここほら、ほら、これこれこれ、ほらこれ中見た、結構大きくない、コロコロすごい、結構意外に大きいんだけど、ピンクサーモンのさ卵ってもうちょっとちっちゃいイメージだったんだけどさ、ほらここもちょっと取ってみようか、これ、めちゃめちゃ釣るじゃん。
負けないよ。でかい。糸がブラーって出たね、今ね。痛い。大きいね。頑張れ。重いよね。上手。うわ、すごい綺麗なメスだよ。うわ、すごい綺麗。まだほら産卵してないやつ。見て、すごいよこれ。ピカピカ。お疲れ様。ほら見て、銀ピカ。まだ。これ海からね来たばっかのやつ。よいしょ。うわ、すごい綺麗。重たいね。何かに蹴られちゃったんだね。ほら、すごい綺麗。ここまで深いな。ここでっかい。